コナミさん、僕たちは CS ガチャをいつまでも待ってます。皆さんどうもこんにちは、イカクです。本日は10月23日からやってきたヨーロピアンリーグセレクションガーディアンズレベマ比較やっていきたいなと思います。本日月曜日、今週のガチャは予告されていたチャビアロンソに加えてシェイギブン、アーウィン、こちらの3名のエピックガチャやってまいりました。あれ、ちょっとヒカックさん、もしかしてまたハイライトの方がって思ったそこのあなた、正解でございます。エピック3名プラスハイライト8名全11名徹底比較持ってきましたので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。今回もこんな評価で持ってきましたので、ちょっとでもいいな、参考になったなって思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では行きましょう、レッツギブン。ではですね、まずハイライト8名から見ていきたいなと思うんですけど、まずは第8位、 A 評価、レールマー選手。ディフェンス12振りでなんとアグレッシブネス97、プレースタイルハードプレスとの噛み合いも良くて、ガツガツ奪いに行く守備的ミッドフィルダーですね。スキルも守備系は完璧なので、まあハードプレス好きな方にはありかな。ただスピード瞬発もうちょっと惜しかったのが本音ですね。第7位来ました、 A 評価、コルビル選手。去年はね、チェルシーからレンタルでブライトンにいたので、個人的にはすごく好きな選手ですね。でブライトンの試合見てた方ならわかると思うんですけど、コルウィルって足元の安定感すごいじゃないですか。それがですね、しっかりイーフトにも現れていて、ワンパスルッパ持ちに足元の能力もしっかりありますので、このあたりすごくいいなって思いましたね。まあ、あとはですね、スピードやフィジカルもいいんですけど、あともう少し能力欲しかったよな。まあ、ブロッカーもないので、このあたりはスキル追加しっかりしてあげてください。第6位、 A プラ評価、ボトマン選手。ボトマンといえばウイレ時代ですよ。この時の投票 FP のボトマン、マジで最強でした。まあ、そんな元カノみたいな過去の思い出はいいとして、このボトマンもですね、スキル完璧で能力も大きな欠点はないので、センターバック少ない方とかであれば全然ガチスカに入り込んでくるレベルだと思いますね。やっぱりちゃんとスキル揃ってるのって正義だなって思いましたね。まあでも難しいのが、結局センターバックそんな揃ってないレベルの人がこのガチャ引くかって言われたら、まあ、そもそも引かないと思いますので、そう考えるとなかなか使うチャンスも少ないのかなと思っちゃいますね。入荷する好きな方はぜひ狙ってみてください。でこちらがですね、過去版との比較、実はめちゃめちゃ能力変わってるんですけど、さすがに総合力は今回かな。謎にスタミナとかがめちゃんこ強化されております。第5位、 A プラ評価、バッシー選手。名前の響きいいですね、バッシー。この選手はですね、センターバック登録なんですけど、センターバック育成するとディフェンスセンスが上がりきらなかったので、今回は106-12振りのサイドバック育成にしてみました。こっちの方がね、個人的には可能性感じるんですよね。185cm でスピード95のフィジコン90ある左サイドバック、いやこれ面白くないですか。サイドバックにでかくて速い選手を置きたい方はぜひ育成してみてください。さあ、こっからですね、当たり度また1段階上がってくるんですけど、第4位は A プラ評価、アマドゥ・オナナ選手。いやこの選手めっちゃ強くないか。ザカリア的な感じでスピードと高さを合わせ持つアンカーになるんですよね。106-14、ディフェンス15と鬼の集中振りしてみたんですけど、これでディフェンス90超えのスピード89、そして課題のスタミナもなんとか87までは来ますので、まあ、あとはスキル追加さえできれば、これはね、スピードあるアンカーとして十分ガチスカで参ると思ってますね。それこそザカリアとの比較はこちらになります。スキルの完成度、スピード瞬発、フィジカルがザカリア優勢なので、まあ、ぶっちゃけこのガチャでオナナ狙うならプレミアムマッチパス解放してザカリア取るぜって思われると思うんですけど、スタミナやディフェンス能力などオナナが勝ってる点もありますので、正直十分ライバルになるレベルだと思いますね。まあ、でもブロッカーは必須でつけてあげたいかな。最後にこちらが過去版との比較、バチバチに強化されております。さあ、こっからがトップ3、 A プラ評価、ジンチェンコ選手。今回サイドバック型と左ミッドフィルダー型両方作ってまいりました。こちらがですね、左ミッドフィルダー型育成なんですけど、なんと裏総合値102でございます。 CMF でも100だし、この能力なかなかにえぐいですよね。まあ、サイドバックで使うとインナーラップになって結構好み分かれるっていうのもありますので、個人的にはこっちの方がおすすめになりますかね。ただね、ジンチェンコ能力はいいんですけど、スキルが結構厳しいんですよね。ダブルタッチするパワー、このポジションなら必須でつけたいので、その辺り考えるとちょっと完成までの道のりは遠いのかなって思いますね。ただ今回超強化ですし、この全体のバランスいい能力にドリブル面などずば抜けてますので、まあ、能力は間違いなく優秀ですよね。でサイドバックならまあこんな育成になるかな。守備と脚力しっかり上げつつ、インナーラップで攻撃参加もすると思いますので、攻撃面もバランスよく強化してみました。5バックとかメインで使ってる方はこっちの育成もおすすめになります。
最後にこちらが過去版との比較、丸一丸三は確定乗り換えで、丸には迷うな。まあスキル追加一切しないなら丸に優勢な気はしますけど、スピードとか今回めちゃくちゃ上がってますので、僕だったら今回使うかなって思いますね。で後半に関しては丸四絶対乗り換えの、丸五はバグ強化かつスキルもいいので僕は乗り換えしないかな。ただこちらもスピードの違いはでかいので、そこも踏まえてしっかりと判断してあげてください。さあ盛り上がってまいりました。第2位 S 評価アリソン選手、なんと今回総合値が素で100超えてきますので、総合値100型とおすすめ型2種類作ってまいりました。こちらがですね、総合値100型ちょっとゴールキーパーセンスに偏りすぎてる気がしますけど、ゴールキーパーセンス97ありつつ、この全体能力素晴らしいですよね。リバプールやアリソン好きで見た目重視の方はぜひこちらの振り方やってみてください。でちょっと僕なりに調整したのがこちらになります。まあゴールキーパーセンス95で抑えつつ全体を調整した感じになるんですけど、いやこれ強くないですか。このゴールキーパー能力あって、191センチのスキル完璧、かつ見てほしいのがこのライブアップレート、なんと 50% で B 以上になりますので、まあこれは文句なしの大当たりだと思いますね。実際にどんなルンマと比較してもこの能力差、身長は5センチ低いですけどゴールキーパーセンスが8違うので、これ結構でかいと思うな。まあ最後は使ってみてですけど、今回のアリソンは別格に強いので、このどんなルンマと同等レベルと思っていただいていいと思います。過去版と比較してもまあ今回レベル違うぐらい強いですよね。直近の丸ごとはほぼ上位互換となっておりますので、一言言わせてください、超強化は正義じゃ。さあそんなアリソンを抑えて今回第一になったのは S 評価カイル・ウォーカー選手。今回サイドバック型とセンターバック型2種類作ってまいりました。まずはこちらがサイドバック型、まあ安定の強さですよね。今回ウォーカーもレベル上限が36もある超強化枠で、守備よし、スタミナよし、フィジカルよし、スピードよしの完成度鬼高サイドバックに仕上がってますね。まあ、ちょっと前に週刊でウォーカー来ましたけど、やっぱりこうやって自分好みに育成できる方がウォーカーは強くなりますよね。まあ、以前の最強ウォーカー持ってない人は無難にこの育成がおすすめになりますね。スキルに関してはブロッカーエアバトルあたりがありませんので、ぜひこのあたりはスキル追加してあげてください。まあ、改めて見てもこの能力の完成度、右サイドバックの中で相当レベル高いですね。で実はですね、ウォーカーアップデートでセンターバック音適性が追加されて、今回のバージョンセンターバックでも使えますので、センターバック育成も持ってきました。いやこれね、どこまでディフェンス振るか迷ったんですけど、とりあえず17振りで脚力はかなり抑えて、フィジカルやクイックネスにも振ってました。いやこのスピード瞬発持つセンターバックマジでいないぞ。しかもフィジカルやディフェンス能力もありますので、これはこれで気になる育成ですよね。まあ、4バックだとなかなか難しいと思いますけど、5バックとか3バック使ってる方は、まあ、以前の差別化も含めてこの育成も試してみる価値はあるんじゃないかなって思ってますね。ぜひ参考にしてみてください。でおそらく気になるのが過去版との比較になるんですけど、今回レベル上限も最強で過去最強でございます。間違いなく乗り換えちゃってください。ただですね、これ丸2のプレミアガチャ持ってる人多いと思うんですけど、これでも十分強いので、まあ、これ持ってたらわざわざ今回無理に取りに行くほどではないのかなと思いますね。最後は細かく比較を見ながら判断してみてください。ということでここまでがハイライト、こっからはエピック3名いきましょう。まずは A プラ評価シェイ・ギブン選手。いや能力高くないか。今回ですね、ゴールキーパーセンス95型で作ってみたんですけど、ゴールキーパーセンス95乗りつつキャッチング、コラプシングが90突破、かなり能力はいいですよね。まあ、結局ねゴールキーピングが5つ中4つがプラスにされるので、まあ間違いなく強くなるんですよね。能力は間違いなく1000級なんですが、まあこの選手も身長面ですね、185センチってなるとなかなか使いづらいって思う方多いんじゃないかなって思ってますね。まあ、ゴールキーパーに関しては最後は使用感だとは思ってるんですけど、結局ブースターカーンとかも現環境そこまで使われてないことを考えると、この気分ががっつり使われる未来は正直見えないなって思っちゃいますね。でこちらがですね、同じ身長のカシージャスとの比較になります。まあこの2人だったらカシージャス優先になりそうですね。ちなみにレジェンダリーからは別人レベルの強化を受けてますので、ここはご安心ください。さあお次のエピックは S 評価アーウィン選手。総合値100型とおすすめ型2種類作ってまいりました。まずはこちらが総合値100型、2倍重視の方はぜひこの振り方参考にしてみてください。でこちらがですね、僕が育成したおすすめ型になります。まあ、もう少ししっかりディフェンス面を強化した形ですね。いやこう見るとね、アーウィン結構優秀なんですよね。フィジカル以外は大きな欠点がなく、全部バランスいい上に守備数値もかなり高め、
これで B 固定で常に使えるって考えたら安定感はものすごくありますよね。まあ、どちらかというと今のトレンドって守備的サイドバックでしっかり守備をする選手っていう方が流行りではありますけど、まあ、攻守どちらもできるサイドバック求めてる方にはかなりおすすめの選手になってくると思います。ただ、まあ、左サイドバックしかできないのと、まあ、足りないスキルも多かったりとか、エピックガチャ搭載だったらもう少し能力のぶっ壊れ感求めたかったところはありますよね。最後に以前のバージョンとの比較になるんですけど、レジェンダリー版からはしっかり強くなってるんですけど、問題はですね、前回のエピックとの比較なんですよね。まあ、ブースターがあるのでさすがに能力は今回のが強そうですけど、既存のエピックは両サイドバックできるんですよね。まあ、それでいて能力差もそこまでないので、まあ、前回のエピック持ってれば無理に追う必要はないと思います。さあ、エピックラストは S 評価シャビアロンソ選手。今回総合値100型とおすすめ型2種類作ってまいりました。今回のシャビアロンソはですね、ブースターがパスプラス2なので、フライパスはこの振り方で101突破、パス10振りすればグラパフラパともに101まで上げることができますね。まあ、このブースターに関してはシャビアロンソとしてはすごくいいと思うんですけど、アンカーとの相性で言うと、まあ、若干微妙な部分はあるんじゃないかなと思っちゃいましたね。で、もう一つこちらがおすすめの育成になります。106にがっつり振ることでスピードスタミナ両方底上げしつつ、守備もしっかり上げて、マンカー発動の DMF でもいいですけど、無印の CMF でも使えるようにバランスよく強化してました。キック力、グラパフラパがこれだけ高いので、パスの通りはピカイチで、奪ってから前線に効果的なパスを供給できる選手ですね。守備能力、フィジカルなんかもしっかりあるし、なんだかんだスピード瞬発もロドリと同じぐらいはありますので、普段ですねアンカーでロドリを使ってて違和感ない人はこのアロンソも全然勝ちつかれまいるんじゃないかなって思ってますね。まあ、ただやっぱりスピード瞬発が高いわけじゃないのと、スタミナはもうちょっと惜しかったですよね。まあ、このあたりなんかも考えると必須級の選手ではないと思っております。で、最後にいくつか過去版との比較見ていきましょう。まずはこちらがレジェンダリー版との比較。プレイスタイル違うし結構負けてる数値もありますけど、さすがにスピード瞬発違いすぎますので、今回の方が使いやすそうですね。で、こちらがですねスペインエピック版との比較。まあ、レジェンダリーと同じような感じでプレイスタイルやスキル違うので単純比較はできないですけど、足元やスピード瞬発が今回の方が高いので、現環境って考えると今回の方が使いやすそうですね。最後のこちらが同じアンカーのリバプール版エピックとの比較。まあ、この比較に関しては綺麗にですね今回のが上位互換っぽいですけど、まあ、見たら分かる通りめちゃくちゃ大きな差があるわけではないので、まあ、リバプール版持ってたら無理に追う必要はないのかなとは思いましたね。はい、ということでここまでで個別比較終わりましたので、最後にまとめると今回のおすすめ度5段階中2.5 でございます。まあ、迷う暇もなく無課金美課金はスルーでいいかな。いや、このガチャは最初にも言った通りエピックメインってよりはハイライトメインになっちゃってるんですよね。まあ、ハイライトの上位陣は熱いのでそこを狙うのはワンチャンありですけど、まあリスク高いし無課金美課金ハイ課金どれを取ってもなんか大きな引く理由がないガチャだなって思っちゃいましたね。まあ、もちろんエピック3名もブースター付きなのでしっかり強いですけど、エピックガチャで狙うならやっぱりぶっ壊れ役は1人は欲しいなと思いますので、そのあたりも含めて今回はスルーでいいと思います。ということで今回の動画以上で終わっていきたいなと思います。ちょっと渋くてね、なかなかガチャ作るの難しかったですけど、まあ選手として好きな方っていうのはたくさんいると思いますので、そういった方はぜひ狙ってみてください。今日もありがとうございました。明日は周回FP予想楽しみにしていてください。バイバイ。